こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。グラブルという検索ワードで出品検索してみた非売品のお宝商品がザクザクですよというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画ではグラブルですね。この検索ワードで、まあ、ぜひ、ね、お宝商品ですね検索してみましたら、ぜひね、紹介させていただきます。はいえー、こちらですね、グラブルと入力してください。あと、こちらですね、売り切れですね。はいえー、そうしますと、こういった上ですね。 えー、グラブル商品出てきます。グラブルはですね、グラブルファンタジーというゲームの略称ですね。ぜひ、まあ、ね、まあ、こちらの方ですね、クリックしていただきまして、どんな商品がね出てればちょっと調べてみますね。はい、であのグラブルはですね、あのまあ、結構ですねあの人気があるんですけど、非、まあ、売品が非常に多いです。でこれはですね、えーと、コンビニですね。コンビニはくじとかで当たった商品かと思います。あとはアニメートですね。 このおまけも結構出てるみたいですよねな。他にもですね、グラブル商品非常に人気あって高く売れてますので、ぜひね、持ってる方、出品していただければね、儲かりますので、ぜひ出品ね、していただけいいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームカスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問ですが、一切受け付けてません。LINE 後登録によろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。